どうも、タバコ吸うようになったり酒飲んだりするようになるよりも牛乳自分の金で買うようになったら大人だよね。楽しみレオザゲームでーす。さあ始まりました、レオザゲームによるフューハキャリア実況。ちょっとね、大きい試合忘れてましたね。レアル対鹿島アントラーズ、クラブワールドカップですね。こちらの方この時期やっとかなきゃいけないだろうということで、こっちの方もアップしてみたいと、思いまして、今急遽撮ることにしました。といったわけでですね、鹿島アントラーズ僕全然詳しくないんでですね、ライブホームを入りにしまして、この FIFA のライブホームでね、現状の鹿島アントラーズを反映してもらいます。そして僕はレアルを使っていきたいと思います。はい、というわけで、うわ、ライブホームにするとこうなるんですね。あ、実際の試合どうなるんだろうな。ベイルは使えないですからね、こっちは。ベイルの代わりに入ってくるのがルーカス・バスケスでしょ。アセンシオで、ナチョ使ってく、どうなんだろうな。決勝にはラモス出てくる気がするんだよな。ラモスとバランな気がするけど、ベンチをどうするかだよね。普通ならね、4-1-2-3 でカゼミロ入れてくるんだけど、クラシコだとモドリッチ、コバチッチで、クラシコだとモドリッチ、コバチッチのトップ下イスコだったから、それで行ってみようか。はい、こんな感じで行きたいと思います。ハメス・ロドリゲスがこれ、ね、調子すげえ落ちてるけどな。クロース、モラタ、ペペ、ナチョがな、ベンチどっちだろうな。攻撃の駒的に言ったら、でもロドリゲスか選手をどっちかって言ったら、最近はハメスの方が使われてるのかね。うん、そんな感じ。あと、マリアーノね、一応入れとこうかな、フォワードで。モラタいるから、マリアーノないか。じゃあ、選手に。さあ、これで行きたいと思います。さあ、鹿島の方はですね、4-4-1-1 で、金崎ムーがトップ下の赤崎で、2ボランチ、小笠原柴崎、右が遠藤、左が中村。これ、ちゃんと上田と庄司がね、2センターバックになってますんで。はい、楽しんでいきましょう。実際にこのね、フォーメーションになるかどうか、またわかりませんけど。はい、キックオフしました。さあ、庄司の縦パス。お、普通に速いね。やばい、これ J と戦うと思って舐めてたらやられるな、これ。フィジカルとかは勝ってるんだろうけど、全然、ちゃんと回されてるもんな。なんとかね、個人能力で。おーっと、危ない柴崎、ガッ。そういや、さあ、っと、さあ押し込まれるレアル。おお、鹿島にやられた。1点目、誰誰よこれ。さあ庄司だ、セットプレーから。これはやばいね。さあ負けらんないから頑張ってもらおう。さあ、コバチッチ、モドリッチのゲームメイク。おっと、モドリッチを金崎ムーがカットしました。ここね、開けすぎでしょう。ちょっと危ない。さあ、ベンゼマが奪った。さあ、大きく蹴り出して、クロスはできなそうだから。さあ、中の。さあ、クリロナ。おっと、体入れられた。さあ、モドリッチから。さあ、バランか、今のは。カルバハルだったかな。さあ、イスコがいい位置で。さあ、裏にボールが出た。行くか。おっとー、それ入らないか。ちょっと弱すぎたな、シュートが。さあ、そして、さあ、サイドのロナウドに出していった。さあ、単純なスピードで勝るか。誰もいない。切り替えの時にな、ちょっとアタッキング強めましょう。人がいなすぎて。実際これなったら盛り上がるね。さあ、バスケスからベンゼマ出せないけど、モドリッチに出して、さあ、大外使えるか。さあ、クリロナ。クリロナ。さあ、中に切り込んでいった。そして、コントロールショット。入ったー、クリロナー、うえいすごいね、クリロナ。やるね。
入るんだね、これが。一瞬ノールックやったけど、いやよかった。でもレアルがスコアレスで鹿島に勝つ、負けるってことはないと思ったからゴールレスで。さあここから逆転だ。本気奪ったぞ、いいですね。さあもう一度いくか。さあそうはいかないけど、ちゃんと落として、あっと最初がオフサイか。さあ中が開いたけどケイラーナバース、おっとマルセロが弾いた先が敵がいた。よしナイスバラン。さあバランからモドリッチ、コバチッチでしたね。ルーカス・バスケスはもっと縦に張ってていいんだけどな、サイドに。さあクリロナが張っちゃってんだよな、この辺修正。もうちょっと中にポジション取らせるか、最初のフォーメーションで。おっとそしてマルセロが開けた穴を出したいんだろ、ここ出したいんだろ。わあ読んでたみたいにしたけど普通にねやられたね。さあバスケス、そんなのは求めてないお前に。さあオフサイド、あーっとそっちなんだバスケス。なんか連携悪いな、俺との連携が悪い。すごいキープ力だフ足を出すタイミングが悪かったな、危ない危ない。赤崎バスケスはサイドの高い位置に、サイドに張るにしてると思うんだけどな、ちょっと一回見てみますか。うん、なってたわ。さあおっと負けたくないねこれは、さすがに。さあさあこっから集中じゃ。さあクリロナ外上がるマルセロ、さあ使うクリロナ。おっとアントラーズの守備陣集中してますね。どうするよ。さあイスカのスキルムーブで、おっとアントラーズ強えな。2枚返しますか、イスコ疲れてんな。イスコのとこにクロースで、バスケスのところにハメス。さあゼフ長だけどね、ゼフ長なんでしょあのマークって、よく分かってないけど、でも入れましょう。うわあ危ない。さあハメスから、ハメスからクロース、コバチッチだっただけど外に流してロナウド。さあいいですね。さあスキルムーブからベンゼマ、さあハメスがキープして外に出した。さあ決めろロナウド、決まったー、ベンゼマだー高さの勝利、レアルの時々あるチートねこれ。どっす、いやーこのシーン何回見たか分かんないわ現実でも。ベンゼマ値千金のゴールです。さあ油断できないぞ、鹿島強いぞ。 OK、さあ中に戻した。さあ早い早い。さあスキルムーブでちょっとかわしつつ、さあ決まった、ハメスロドリゲス謎の動き気持ち悪いのやっちゃった、一番かっこいいとこでいやーやりましたね、ハメスを右に置いた効果、左利きの選手の得意のカットインシュート。ハメスのカットインシュートってあんま見ないけどね。 OK、 左からのクリロナ、右からのハメス。もっといいワンツーをさせないために、お危ない、でもなんとかこの時間を作ったことが後々大きく出るんじゃない、出ないか、うわすげえの決められた、金崎にすげえの決められたわ。うわもう勝ったと思ってたもんな、ある意味すげえの決められたわ、っていうか現実ではありえないゴール決められたわ。実際の試合もこういう風になったらいいね。
3点目取ったレアルにまだ終わってねえぞっていうね。さあ外はちょっと使えないな。さあここ通せるか、通せた、面白いこれは。さあ上がってくマルセロの低弾道シュート、おい、ソガッチャン全然似てないけどやるね。おっとあの人来ないんかい、迎えにボールを。さあロナウド、いや相手のいい判断。さあハメスに任せましょう。おっと PK っぽいけど、おー PK だ、今回は決めるよ。さあクリロナに、クリロナが決めてくれるか。さあクリロナ、ど真ん中だ逆にのど真ん中だったのに、何してんだ俺は。ぶっちぎれ、うわーこれ決めらんないですか。ちょっと今なんか十字キー無駄に押しちゃった気すんな、十字キーっていうかスティック倒しちゃった気がするな。さあクリロナ、さあフィジカルで持ち、こっちで、おっとソガハッチャン望みつなぐな、とどめさしたいのに。80分入れましょう。コバチッチ疲れてるからモドリッチ上げてカゼミロかな、ここで。ごめんねモラタ、勝たなきゃいけないから。おっとまずいか、ちょっと、おっとフィジカルを、危ないかも、おいーい、おっと相手がキープしたね、危ねえ。遠藤くんが来ます、オッケー、なんとか。おお風見ろじゃん、投入成功よこれだけで。そしてマルセロに私の、お風見ろが元気いっぱいですね。でベンゼマ当てのなんか走ってくね。さあここ、おっとちゃんとついてるな、ここでしょ。おっとクロースのシュート、さあこれどうなる。お逃げてくれた、お日本人出てるよ今んとこ。あいい、あそこ縦にこらえてる方が怖かったよ。でもまだある、オッケー風見ろ。さあそしてクリロナ、あそこは下手なのね、ちゃんとそこも現実なのね。よし勝ちました。はい、というわけで、惜しくも、鹿島アントラーズ、夢破れるというわけで、その夢をね、費やさせたのは僕自身なんですけども、実際はですね、これと逆の結末をですね、期待して、今日のツイキャス楽しみたいと思います。あ、ツイキャス、僕やってますんでね、ツイッターフォローして来てくれたら嬉しいです。というわけで、レオザゲームでした。ボボ！ご視聴ありがとうございました。そしてコメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。他にも、レオザトゥーフェイスの音楽とか、レオザフットボール TV のサッカー動画とか、そちらの方も気になるよという方は下のもっと見るの方からぜひ